こんにちは、ふくろです、えー、本日から、あのー、歯科コンサルとしての、えー、私のお話っていうのを皆さんにお届けしようと思っています。えー、私はですね、あのー、ずっと、まあえー、群馬前橋っていうところで、えー、歯科医院をやってるわけなんですけれども。 あのその中で、えー、いろいろなコンサルの方あるいは、えー、セミナーを通じて、えー、マーケティングの手法等をいろいろと勉強してまいりました、えー、その中で、えーまあ、簡単に言えば私が得てきた知識だけっていうのを、えー、皆さんにも、まあ、もちろん共有したいというところでいくつかの私がの得意なところ えー、大体私の今歯科医院の売り上げっていうのが今1億8千万ほどあります、えー、そんな中で、えー、自分も目指している2億っていう数字でなぜこれを2億っていう数字を歯科医院の場合はなければいけないかっていうところのことあるいは、えー、もう一つ私が今テーマにしていますのは女性の歯科医をなんとかして開業させるのを女性だけで開業させるっていうプランを考えたい。 といいううのを皆さんにお届けしようと思っています、まあ、その辺あるいは、えー、先ほど言ったようにマーケットをやっている中で私まあ過去にインターネットのことでいろいろなまあ勉強もさせていただいたりしていますのでその辺のウェブコンサルティングとしてのツールあるいは使い方などについても皆さんにお届けできたらなと思っております、えー、そのような形で毎日のようにこれから発信していこうと思っているんですけども、えー、まあ どういったことをまたやるかっていうのは毎回毎回、えー、テーマを決めてやっていこうと思ってい,いんですが皆さんの方からももしリクエストがあったらこんなことやってほしいというようなことがありましたら、えー、お伝えいただければ、えー、そのリクエストにできるだけお答えしていこうと思っていますので今後ともよろしくお願いいたします。